嘘じゃない。この目で見たんだ。ええー、信じますよ、もちろん。もっと詳しく話していただけますか。先週の金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ふらついてるから酔ってると思った自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ。その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、歩く死人みたいで神さんみたいで。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯を抜き出しちゃう。なんだよ、いいとこだったのに。それじゃあもう切るね。みんな心配性なんだから。何？誰？誰かいませんか？いないの？待ってて、見てくる。じっとしてろ。大丈夫ですか？大丈夫だ、下がって。なんだ、今
ここを出ないと。大丈夫か？ええ、なんとか。ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。何なのこれ。来てるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ええ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの、彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。市民の皆さん、大規模な暴動が発生したため、ラクシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああ、そうだな。おい、嘘だろ。レオン、早くバックして。何なの。マジ、降りるな。早くしろ。危険だ。な、
とにかく先へ進もう。世界の終わりみたい。警察署だ。あと少し。Come on.